高校生になった今も時々フラッシュバックしてくるのだ。忘れ去ってしまいたいのに、どうしても脳裏から離れてくれない記憶。中学2年生の夏、僕は初めて他人と性的関係を持ったのだ。相手は学級担任の男性教師だったのだ。僕はその夏から卒業までの間、その教師に補習という名目でたびたび呼び出しを受け続けたのだ。しかし成績は逆に下がり、情緒も体調もどんどん不安定になっていったのだ。学校も休みがちになり、いつしか僕は親や大人たちの嫌悪の対象になっていたのだ。そんな僕にもたった一人だけ味方がいたのだ。メタン先生は辛い時は連絡してねと、僕とこっそり LINE 交換までしてくれたのだ。僕はメタン先生に毎日何通もメッセージを送り、電話をかけたのだ。担任と性的関係にあることは言わなかったけど、メタン先生にだけは苦しい時に、苦しい、助けてと、素直に言えたのだ。そしてすぐに帰ってくる先生の返信を読むと、心の痛みがなんだか和らぐ気がしたのだ。僕が高校に進学できたのは、メタン先生のおかげなのだ。卒業してから連絡は控えていたけど、メタン先生、その投稿に既読がつくことはなかったのだ。そして僕は自分自身が人の優しさにつけ込む厄介者であることに気がついたのだ。僕が今もあの男性教師の記憶で苦しんでいるように、メタン先生にとっては僕の存在がきっと忘れてしまいたい辛い過去なのだ。僕はかけがえのない優しい人に永遠に消えない傷跡をつけてしまったのだ。僕のようなインランクス女はやられるだけやられて、さっさと一人で死ねばよかったのだ。